もう素直に嬉しいです。自分たちとトスっていうのはまだ昔からトップチームからユースまでの世代、ジュニアユースまでがライバルでいると思って、あそこでしっかりと勝つことができたのでとても嬉しいです。まあ、前半はまあその通りで、自分たちの空気も重くて、ちょっと相手がやりたいように自分たちもやれていたので、まあ、そこでは失点も開始早々にしてしまったので、で、まあ、前半はそれで終わって、でもハーフタイムに監督からの声だったり、自分たちでもっと戦わないとっていうので、もう一回気を引き締めて後半に入ることができて、まあ、そしたら後半も自分たちのペースも結構 できたので、それで前半と後半は大きく変われたので、まあ、そこが試合の結果にもつながったと思います。いや、もうやっぱりあの負けがやっぱ大きくて、自分たちでもう一回サッカーにしっかり向き合って、で、まあ、攻撃の分も守備の分も体張ってということで、まあ、試合を重ねることによって、いいチームになっていってると思うんで、まあ、これからもそれを継続して、まあ、やっぱダメなとこはダメと、しっかりとそれでもっといいチームにしていきたいと思います。まあ、クラブユースもしっかりと全国大会に出ていい結果が残せるように頑張るので、応援よろしくお願いします。サガン鳥栖と、まあ、ライバルってことなんで、まあ、いつも以上に気合入ってて、自分前半はまあまあだったけど、後半は自分らしさが出たいい試合だったと思います。自分は左サイドでドリブルっていうのが武器なので、そういうとこでも逃げるんじゃなくて積極的に自分らしさを出してプレーするってことは意識したことです。まあ、前半で、まあ、みんなからも言われて、もっと積極的にプレーしろっていうのは言われたんで、自分も後半は自分ドリブルが得意なんですけど、そこでもやっぱ自分らしさっていうのはスピードが武器なんで、どんどん仕掛けていってっていう形 で PK にもつながったので、それはいいと思います。そうですね、今日みたいないい試合を続けていけるように自分もチームも頑張っていきたいと思います。そのチームはもう2対1っていう状況で勝ってたので、自分出された時はもう残り時間も短かったんで、難しいプレーをせずにもうシンプルにして、球際とかも強くいって気持ちで負けないようにっていう思いで試合に出ました。まあ、前半その相手のビルドアップに対して守備、自分たちの守備がしっかり声かけ合れてないシーンが何回かあって、まあ、はめきれてないっていうのが多くあったのが、まあ、多分原因だったと思うんで、後半そこを話し合ってマーク一人一人が責任を持ってやってるので、流れは変わったのかなと思います。まあ、自分がその年明けに怪我をしてチームに申し訳、すごい申し訳ない気持ちだったん で大怪我をして早くチームに合流できて、いち早くチームに貢献できるようにっていう思いでリハビリを毎日頑張ってきました。去年のクラブユースは、まあ、全国大会出たんですけど、一勝もできずに終わってしまって、ちょっとチーム自身も自分自身も、まあ、不甲斐なさというか、そういう勝ちきれなかったというのがあるので、今年はクラブユースしっかり全国に出て、全国でもいい結果が出せるように一試合一試合大切にしていきたいです。まあ、これからクラブユースとかプリンスリーグもまだ残ってるんで、まあ、全試合勝利して目標のプレミア昇格っていうのを目指して頑張っていきたいので応援お願いします。まあ、プリンス始まってから最初引き分けとかが多くてなかなか勝てない状況だったんですけど、まあ、ゴールデンウィーク1試合空いた時からみんなで話し合って、
まあ、勝てるようにいろいろなところを修正して今3連勝できているので、まあ、この調子で勝っていきたいと思います。で、まあ、チームで、まあ、最初相手をリスペクトしすぎて引きすぎていた部分があってなかなかみんなで合わせて取りに行くことができなくて相手にボールを持たれることが多かったんですけど、まあ、後半は、まあ、みんなでプレスを合わせていって自分たちのボールを持てる時間が増えたから、まあ、自分もボールを受けたりしていろいろなことができたと思います。まあ、最近はチームでは勝てているので、まあ、いいんですけど、まあ、自分自身はもっとアシストとかゴールとかの部分で、まあ、結果を残していきたいと思います。クラブユースは、まあ、絶対全国大会に行くことがまずは第一の目標なので、まあ、絶対に行けるように、まあ、日々の練習から頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。いや特にそういうこだわりがないんですけど、まあ、33番ってなんか出てたら面白いなと思って、まあ、ちょっと遊び心で選びました。